はい、始まりました。村金野望創造実況伊達政宗編。前回は本拠を西に移して、そこから攻撃再開させていますね。まあ、入ったところはガンガン出していって、このまま攻めていきたいと思います。奇跡の声。よし、これで出せると。小次郎西に送ると。この辺とかも送っといた方がいいんかな。こっちっすか。なんやろ、稲葉一徹九州。方向九州。いっか。出しとくか、出せし。まあ、とりあえず熊本城に。も出すか。わしたこぶ。わあ、病気か。仕方ないな。西へ向かうと。秀吉とかがどこに入ったんかな。家康。家康とか前線もしかしたら入ってんのかな、どっかしろ。8。84、ここやな。この城に入ったんか、岡城。勝手なことしやがって。まあ、数が少なかったから入ったんかな。よし、これで南は攻められるから、ここやな。こことこっちか、熊本城か。問題は。よし、スタート。敵を追い詰めるのだ。ここやな。ここで防いでるやつを潰すと。こんな位置かよ。承知いたしました。かしこまりました。まずいまずい。守備強化したか。てんな。動いて。混乱したりするからな。川渡るのが時間かかんな、これ。そこで撃ってくる。一旦こっちに動いて。お、かわしつつ打ちつつやな。いいな、まさ一気に攻めてもいいんやけどな。みんなで射撃と。射撃というか鉄砲を撃って攻撃と。ああ、こんなとこいたら。鉄砲直撃したやな。わあ、ギリギリ当たってんな。
ですか。攻撃弱体か。もうこのまま攻めるか。よし、規制崩して。まあ、あとは、打てば。よし。よし、これでこいつら、三船城かな攻めるか。承知いたしました。伏姫も、三船城行くかな。こいつらどうしようかな。とりあえずこっち行くか。岩を行くか。そしてこいつらも熊本城まで行くか。お任せください。よし。そしてこっちやってんのか次。できるかな。射撃強化、地震強化、きつけつつ地震強化か。かしこまりました。お軍団長、お岩王子落ちたか。お、出しつつ、こっち強化しつつ、やられたか。まあ数が多いからな。お、鉄砲ってくるか。お、後ろから鉄砲を撃たれます。こっちも逃げるな。鉄砲を撃つと消えた。わあ、なんか後ろから来たよ。こっちに対応と、こっちも鉄砲撃ってきそうやな。やっぱり。お。セーフにしよう。錯乱で速度を遅くして。しはしたが、またこっちから来てるのか。よし。勝頼、細川はなるべく温存しておきたいな。承知いたしました。お、なんか使えるかな。乱戦強化、こっちから入れて、
そう囲んでくるか。おお、死んだ。はい。ご命令を報告します。先月の収支です。よし。東洋。よし。軍団編成して先に移動か。これでここ上杉海勝ガモの方がいいな。ここも蝶とか入れてもいいやけどな。みんな強いな。もう誰を入れたかちょっと分からないなっていうかな。大谷なんか十分強いやつばっかりやしな。村重くらい入れとけばいいか。鈴木大久保長曽壁よし。お、本田忠勝入ってる。ここも入ってんな。変か。強いやつ入ってんの。には長秀入れとくか。ここも入ってるし。まだ到着してへんのか、来る予定がないのかちょっと分からへんな。上層壁よし。よし、適当に入れて。ガラシャ。適当に入れとけばいいか。そして軍団編成で。最上を拡大させると。家康とかどこ行ったやろ。よし、この東堂高虎とかいんねんな。十分強い武士は揃ってねえな前線に。ここにもっと強いやつ入れたいな。明智鈴が入ってんのか。よし、もういいや。家康とかどこ行ったんやろ。入ってんのかな。家康帰ってきてんな。よし、前線空っぽになってるとこもあんな。ここやか、戦っているところはそのままやし。よし、
それで先に田中津だけは出しとくか。関の声用心騎馬隊で出陣と。熊本城こいつらやな。北がめんどくさいけど先に島津やな。落とすは落とすべきは。しっこも出すか。落ち抜け規制崩し関の声新速の方がいいかな。すぐ入ったんか。知ったより鶴瓶、ああ関の声鶴瓶打ちと、まあこんな感じでいいかな。ほう、とりあえずこれだけでいいか。ここも出せるか。もうちょっと待ってみるかな。軍団編成本拠この辺空いたら使えるんじゃないかな。よし、あれよし、二人転拠点よし。ここ動かせんな。また武将配置次第動かすか。移属移動。家康とかこっちに送っとけばよかったな。まあいいや。ここは動かせんのか。様子見つつまた出せばいいか。よし、今回はコマにしようか。今回これにて終了。次回九州攻めていきたいと思います。もうこの勢いには島津も逆らえませんね。以上、終わります。